まあ人それぞれ定義はあると思うんですけど、私にとってはやっぱり自分の自己成長と、あとはそこに伴う周りへの周囲の方へのポジティブな、影響っていうのはすごい大切にしていて、特に自分の価値観に対するものを、軸を一度決めたらぶらさないっていうところに対しては大事にしていますね。成功の定義というか、まあ必要な軸なのかなって思っております。